ビルマの建てごとはじめに朗読を始める前にこの物語に出会うことになった経営について少し説明したいと思います私がこの本を知ったのは高校生時代でした父がどこからかかってきて読んでいました父はインパール作戦に駆り出されて対ビルマ方面を歩いてきたことを 時々話ししていましたビルマに置いて敗戦になり体を壊して帰ってきましたそういうことでどこかビルマの地に懐かしい思いがあったのかもしれません私の高校時代に母が認知症になり正常でない状態になりましたその頃テレビが各家に広がりいろいろなニュースが耳に入ります不幸な出来事 公害の話災害で死ぬ人海外からのニュースアメリカ大統領の暗殺赤軍派の反政府運動などを見聞くたび人生とは何かと考えるようになりましたそしてキリスト信者になりますその後東南アジア方面に宣教の機会が与えられ日本とかけ離れた民族 文化の中に生活するようになります。東南アジアの人々は仏教ヒンズー教海教などを信仰しています。そしていずれの宗教に属していても習慣や文化の中に生きています。皆野菜を食べます。魚を食べます。果物を食べます。宗教の教えによりある人は牛は食べません。豚を食べない人もいます。 ある国の未亡人たちは、玉ねぎ、ニンニクなどは食べません。人は皆な、習慣、文化の中に生きています。葬式も文化のうちです。ですから、主人公、水島城東兵は、同胞の死を見たとき、そのままにして、野ざらしにして日本に帰れなかったのだと思います。このことは、作者、竹山先生の心からの叫びと言っても良いと思います。 戦友、同胞に対する思いを考えた時日本に帰ることを断念し屍を供養し日本にいる残された家族に対する思いやりを捨てることはできなかった人生の苦境に立った時二者択一を迫られます水島上等兵は楽な道は選ばず無論苦しくても魂の安らぎの道をとりました この話の中でこの場面が来るたびに涙が自然と流れ出てきます人間として高尚な道を歩むことは自然に心の底から出てくる行為だと思います水島上等兵竹山著者の願いとも言えると思いますちなみにこの作は毎日出版文化賞 文部大臣賞を受けておりますそれでは朗読をしてみましょう